い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。山梨県の木漏れ日荘に来ました。まずはですね、前回の動画を概要欄 URL よりご覧ください。木漏れ日荘というコテージなんですけれども、去年も来ております。もうコスパ最強やろですね。自分のこのチャンネルの中で、現在もう本当にコスパがずば抜けて1位として君臨している宿でして、もういつか予約ができなくなるんじゃないかなということも不安視しておりますので、本日は来てしまいました。もうできるだけ来れるうちに来ておこうっていう魂胆ですね。そして仮眠を取りまして、夜からいよいよバーベキューです。もうずっとこの時間を待ち望んでいた。そして外は雨降ってませんので、今からバーベキューの準備をします。すごく楽しみ。てい、うわー、だいぶいい雰囲気になってきてます。やはり焚き火スペースやべー。この雰囲気はやばいっすね。カメラ越しにも伝わりますね。虫がもうすごく飛んでいて邪魔なので、ルーメナーで虫集め用の光を作っておきます。というか、あのルーメナーせっかく持ってきたんで使いたいっていうだけですけどね。うわっ、でかい、ガガ超でかい。本日のディナーです。ハマグリ、ホンビノス貝も売ってたら買いたかったんですけど、売ってませんでしたね。ホタテだけ買いました。はい、ずっとやりたかったやつやりました。そしてこちらも準備いたしました。マイカップも持ってきちゃった。半分から向こう側がもうね、この時期なんでしょうがないですけど、虫がひどすぎていけない。向こう側ほんともう、おー、でけーでけー、始まったー、始まりました。やばいやばい、火力高すぎ、やばい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 、始まっちゃったよ。もう夢の時間が始まっちゃったよ。終わんないでほしいな、この時間。では黒焦げですけど、こちらが高い肉ですね。来ましたよ。うまい、うまっ。続けて続けて、こちらが安めの肉ですけど、これもうまそう。うまい、うますぎる。これ、この肉を求めていた。豚でございます。豚も美味しいんだよね。豚いただきまーす。うまいわ。これはうまいわ。こちらわさび醤油でございます。豚わさび醤油ってありますからね。うまい、もう両方うまい。豚うまいわ。やっぱではキンキンに冷えたビールいただきます。うん、冷てうんめ、ほんと幸せ。ガンガン焼いていきます。もうこっからどんどん食っていきます。お腹ペコペコです。食欲が増してます。ソーセージと、かなり久々に作りました、舞茸のバター焼きですね、ホイル焼き。これも美味しかったからな。ソーセージです。これも久々に食べる。いただきます。うん、うん、間違いないんだわ、ソーセージ。うまっ。今ではもう大人気商品となりました、スンドゥブですね。こちらも温めます。このスンドゥブ本当美味しいよね。本当美味しいんですよ。欠かせないっすよ。ホイル焼き完成したので食べてみます。久しぶり。
うまっ、これは酒に合う、止まらなくなるよこれ、うまっ。ホタテいただきます。あ、うまいわこれ、あと80個いける。スンドゥブが完成しました。ネギを乗っけていただきます。おでは、いただきます。あ、うめえうめえ、これもうめえ、久々に食ったけどうまい、やばい、これは止まらなくなる。汁うま、汁がほんとおいしい。この1000円くらいした柚子の素敵なお酒飲んでみます。いただきます。うん、これは飲めちゃうな。 7% あるみたいなんで気をつけますわ。甘っ。エビさんが画面上では伝わらないんですけど、いつも買ってる半分くらいのサイズですね。時期的なものなのかな。これで金額はね、大体一緒なんで割高ですね。5匹熱々の中剥いてみたんですけど、もう縮んじゃって、ほんと甘いですね。甘エビサイズなんで、これね、買わなくてよかったレベルっすわ。で、味は美味しいっす。これで焼き物終了です。最後にトウモロコシを焼くという。ちなみに100均で買いました。焚き火も開始しました。すげえ雰囲気。それでは殻付けもある程度終わりましたので、焚き火を見ながら最後にお酒をゆっくり飲みます。この時間は一番好きな時間で、キャンプしてる時も一番好きな時間で、この時間が終わるともう夢から覚めるみたいな、ロマンチックなこと言ってますけど、長くて2時間、短くて1時間以内ぐらいに終わってしまいますね。それではあとはカメラを止めてゆっくり楽しみます。うま、食後のハーゲンダッツ、うま、これほんと美味しいですね。これプロ入ってきて今涼んでます。気持ちいいっす。ちなみに雨が降ってきました。そして熱弁させていただきますけれども、本当に木漏れ日そう良くて、キャンプしたくても女性の場合だといろいろきつかったりだとか、道具が揃ってなかったり、少しキャンプって敷居が高かったりするんですけど、ここはキャンプしてる気分になれるんですよ。しかも必要なものほぼ揃ってて、すべて無料で、さらに自然綺麗な川、バーベキュー焚き火も全部揃ってて、さらにさらにお風呂も、綺麗なお風呂も入れて、トイレもいつでも行けて、ふかふかな布団で寝れて、一人7000円って今のところ私はいろいろ旅に出てますけど、聞いたことないしありえないんですよね。まあすでに人気で予約がだいぶ取りづらくなってる施設ですけど、ぜひこのチャンネルを見てくださってる方々には本当にこの非現実の世界を味わってもらいたいですね。心からおすすめできる施設です。ぜひお時間があったら来てみてください。
夜食のラーメン作りました。最後まで楽しみますよ。今日すげー食ったな。それではおやすみなさーい。おはようございます。朝です。まだ雨降ってますね。荷物入れる時までに止んでくれないかな。朝風呂入って目覚まします。気持ちいいわ。朝からこの景色は気持ちいいわ。空気がうまい。朝食のスンドゥブいただきます。はい、というわけでチェックアウトの時間が迫ってきましたので、いよいよ現実の世界に帰る時が来ました。いかがでしたでしょうか。来たくなりましたよね。もうすでに私来たいです。来週でも来たいし、時間が足らないですね。この道志川沿い、そして山梨県、もうね本当に素晴らしくコスパのいいコテージ、キャンプ場、道志川沿いもそうだ、道志川沿いも本当にいいところが多くて、夏はまた結構来ちゃうかな山梨県。というわけで、この後はですね、また昨日行けなかった富士吉田うどんの免許開店チャレンジですね、押して、帰ろうかなと思っております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。